さてリコンは、ノルウェーにて結成された、ブラックメタルバンドである。1990年に、イグジマ名義で結成し、1991年に、現在のバンド名に変更している。1990年に結成された、デスメタルバンド、イグジマが前身。1991年に、同バンドが、ブラックメタルに音楽性を転換するのを機に、バンド名をさてリコンに変更した。 さて、離婚へのバンド名変更に合わせて、サティアが加入した。この時点のメンバーは、サティア、レマーチャンド、ウォーゴット、エグジュータムの4名。当初は、現在のような変則的なバンドではなかった。しかし、翌1992年には、ウォーゴットとエグジュータムが脱退。レマーチャンドがベースを兼任することになるが、翌1993年にはレマーチャンドも脱退。 さて離婚の立ち上げからわずか2年で、当初メンバーはサティアのみとなる。これを受けて、当時エンペラーで活動していたサモス、ゲンドラマーのフロストが加入している。また、サティアもレコーディングではボーカルのみならず、ギター、ベース、キーボードも担当するようになる。1996年にサモスは脱退し、ダークスローンのベルドゥルブが加入するも、翌1997年に、 ベルドゥルブが脱退し、以降は、サティアートフロストのデュオ体制となる。初期は、原始的なブラックメタルにトラッドさをミックスしたようなスタイルであったが、サードアルバム、ネメシス・ディビーナでは、ファストなブラストビートを基本に、シンフォニックな要素や、叙情的なメロディを導入。その後も音楽性を変え、フィフスアルバム、ボルケーノ以降からは、ヘビーメタルに接近したスタイルを見せ、テンポを、 かなり落とし、ギターリフを中心とした楽曲が中心となった。ブラストビートも聞かれなくなってきている。1997年以降の音源のレコーディングでは、サティアーがドラムス以外のすべての楽器を担当している。そのため、ライブにおいては、セッションミュージシャンを起用することが常であり、ギタリスト2名、ベーシスト1名、キーボーディスト1名が追加され、サティアは、 ボーカル1000人となることがほとんどである。2007年には、エクストリーム・ザ・ドジョでセルティック・フロースト、ナグルファーと共に初来日公演を行った。同年にラウドパークでも来日を果たし、ブラックメタルバンドとしては非常に珍しい年2回の来日となった。2009年、単独来日公演を行っている。2018年、8年ぶりの4回目の来日が発表された。 サティアーは、あるインタビューで、ブラックメタルについてこう語っている。ブラックメタルは、必ずしもサタニックなものでなければならないというわけでは、ない。暗淡としたものでありさえすればいい。ありがとうございます。